は今日も激川じゃないですかやだありがとう久々に来れた待ってたよん <laughs> あ、ツイートツイートツイートいつも教えてくれる <laughs> ありがとうじゃあツイートしますシアツイッターあ違う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 あれあ、こうかあれ。ツイッターあ、はい ツイートツイートできたかな鼻水がこんばん熊だってなんかわいいジョイドン面白かったいやーありがとうえそうそうジョイドンさん見てくれたあおなんか大変なことが起きちゃったなんかこれなんか見てくれた人はわかるかもしれないけどなんか。 なんか鍋の話にななってねなんかキムチなんかリコがキムチ鍋が好きって言っててなんかキムチすっごい食べたくなっちゃってあのさっきジョイ丼終わったあとねなんかちょっと反省会をしてあの爆速でご飯食べて。 僕も野菜いっぱい入ってる鍋好きですえ、おいしいよね鍋っておいしいんだよカキ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 こんばんはキムチかな食べたことないんだけどどんな味なのなんかね、私は言うてそんな辛いとは思わないんだけどおいしいよ野菜がいっぱいかなあ、なんかでもキムチなんか匂いがあれっていう 人もいる。私は大好き。キムチ納豆ご飯食べた。ちゃんとその後歯磨きしたよ。あおちゃん可愛いなって思ってショールを見に来ちゃった可愛い。えー、そんなやった嬉しい可愛い。ああそちょっと恥ずかしい。ありがとう。バイト終わったあおちゃんやほやほお疲れ様。<laughs> この一瞬でご飯食べたの。そう。 あのねめっちゃあ <laughs> この勢いで食べたよ私もキムチ鍋好き豚キムチも好き美味しいよねこんばんは白似合うやったこれこれさフードがさ餃子みたいなやつこれ,これねお気に入りフードがさ見て,見てほら餃子みたいでしょ餃子になった <laughs> あおちゃんは今日月見ましたか？私さっきもうさっき見たよ。ちょっとあのー、い本当にさっきベランダからね見えた。熊と一緒に見たよ。あくちゃ、<laughs> 餃子だよ餃子ですこれ。 今週激務だから頑張ってって言ってほしいえそいつだよね頑張って頑張って私が一番近くで応援してます物理的にだったら怖いけど精神的におい <laughs> しいおい <coughs> しいような気持ちこんばんは餃子の妖精

と土日月に渋谷で歩きすぎてふくらはぎが絶賛筋肉痛なんだけど助けてあのねマッサージだよもうもみ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 しまくるしかないマッサージしようあでもこの間めっちゃおもろいことがあってあのなんかあの 体がもうバキバキキだとと思思っって整体に行こうと思ったねなんかもう全身マッサージしてもらうと思ってそれで予約してあのネットで予約して行ったら「あの予約できてません」って言われて「えっ!?」って思ったらあの私がその予約したその思い込んでたところとその実際の場所がなんか全然別のところだったらしくてなんか。 あのー、全く予約も何もしてないところのお店に私は行ってしまってたらしいそして私がそこだと思い込んでた場所は全然別の場所にあった怖い話ハオちゃんにリップを送るために Twitter のアカウント作った嬉しいいっぱい贈るリップ送るねえ待ってるね待ってるねいっぱい送ってね <laughs> あ私1ミリもギフトなかっトめんなさんケイさんトーチーさん,さん,ーーさんいっぱいありがとうめぐみちゃんありがとうあずちゃんもありがとうしょけんさんぽぽうさんありがとうあずちゃんめぐみちゃんもありがとうももちありがとうムーさんありがとうありがとうみんなそよかちゃんありがとう。 おうさん天然そうバカかも私怖い話じゃないよそう場所間違えちゃったってことよくまよなんか唇に色ある大丈夫かな お目目キラキラだから本当に妖精に見えてきた嫌だでも私がさバカだからさ今妖精がさ妖怪に見えてさ「ええー、と思ったけど、まあ、妖怪ウォッチの世界だと妖怪可愛いからねいいんだよいいんだよあっ紗ちゃんありがとうコミちゃんありがとう梅太郎さん結婚して喜んで幸せにしてくれるあ <laughs> ありがとうクワタンこんばんはこんばんは 不見ですがめちゃくちゃ可愛いです。ありがとうありがとうございます。こんばんは。あーモーチハートありがとう。お目目がパチクリでとてもかパチクリ可愛いありがとう。 お話会土曜やだうれしいね待ってるねう <laughs> 人間の目目ってそんなうるうるになるもんのあのねでも私なんかあのク,リアクリアだけどコンタクトつけてんだけどなんかねクリアコンタクトでもねつけると違う気がするなんかあのうるうるに見える気がするあおちゃんショールーム初めましてですはじめましてありがとう来てくれて。 こんばんはそう今日さしはるさんのリップだけどさっきキムチ納豆ご飯をはって食べて歯磨きしたらとだいぶ薄くなっちゃった花江ちゃんありがとうあなっちんありがとうみくちゃん結婚して喜んで幸せにしてね <laughs> あまた花江ちゃんハートいっぱいありがとう A ちゃんかわいいやったありがとうはるいちゃん「I love you」ありがとう <laughs> そう爆速食いしたよお仕事終わりでイヤホン忘れたので無音で見てますやっやっええんと佐太郎はどこ連れてくるねクマクマ待っててクマいた 膝がバキバキうっちゃった。あ、膝が見えちゃった。よくまよくまよおいちゃんが使ってるグリッターとか教えてほしい。グリッター？グリッター？あ、でもすごい好きなのがあって、ちょっと待って。あの、ね、なんかつけすぎると激ヤバになってしまうんだけど、ねつけすぎるとちょっと激ヤバかも。 ね、すごい好きなのがあってちょっと待ってねあいた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 ,いた、ね、なんかスイーツ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 のやつなんかスパークリングアイグロスこれ見せていいのかなスイーツスイーツスパークリングアイグロス 04番でもつけすぎるとなんかピンクですけど何かって感じになっちゃうんだけど可愛い,いよちょっとだけつけてるあとこれも可愛いえサナエクセルアイプランナーなんとかかんとかなんかあるちっちゃいアイシャドウクー,、まくーま その方も野球チームの方ですか。そうくま、そうくま。くまくま、ぴょんぴょんぴょん。でも、うさ太郎はさ、ちょっと。手足がさ、短くて、ちょっとね、バットがね。ほら、見て。ほら、これ、これが手でさ、これが足だよ。ぴょん。うさ太郎の、お尻。<laughs> エクセルそれいかわいいよねこのさあのちなんか単色のやつかわいいんだよねえりちゃん可愛いだってありがとうあ青茶ピンク似合うやだありがとう眉毛ですけど何かピンクですけどなん <laughs> とかですけど何かってそう言っちゃうんだよね 髪の毛ある、気のせい。なんだろう、この友達とビデオ電話してる感じ、癒される。え、私ビデオ電話ってさ、やったことないかも、あ、あるか、あるけど。あるけど、あ、かりん、星、ありがとう。あ、梅太郎さん、結婚した、喜んで。<laughs> ありがとう。あ、梅太郎さん、星もありがとう、いっぱい、ありがとう。 うんごめんぴょんごめんぴょん、まバットを短く持つタイプのスラッガーかそういうことだぴょんでもうさたろうはね料理上手料理上手なんだようさたろうは料理が上手ぴょん私さくまたんの絵を描くのが好きでさ くまたんの絵を描くのが好きなのそういうのってさ載せていいのかなくまたんの絵をさめっちゃ描い,描いてるんだよねふさたろ足速そう速いぴょん得意料理教えてぴょんふさたろはスイーツを作るのが好きだぴょーん

やったさやうさが大丈夫な大丈夫な気がするさやうさかわいいよねなんかさあのー、衣装にもなってたよねなんかさあのー、バルキーのさあのー、谷崎さんがカバーされてたとき前にさやきされてたよね前にその時さなんかここにさついてたよね可愛いと思って かき,かきあらいた痛たたちょっとリップ塗ろ大丈夫かな エリカさんハートありがとう。あおいちゃん今日も可愛いこんばんはやだありがとう。ぐんぐんそう開期そう開期月食それそれそれ開期月食それよそれ。あそれってほしほしいじゃないハートいっぱいありがとう。ポーさんかわいい、ね。 やったありがとうこんばんはリップかわいいやったでも今つけたのはあれアンリーリミウさんじゃなくてあのあれですよ友達がねお誕生日にくれたやつあおちゃんはまだジュリーちゃん推しですかええそうえ あのさライオンの MV が出た時にさあ LINE、のー、しちゃったジュリーになんか最高すぎてでもなんかジュリーにこう直接言うとなんかすごいなんか <laughs> すごいなんかすり寄ってなんかベッタベッタされそうだからいや嫌じゃないけどベッタベッタされるのなんかすごい「やってくれよ」ってなりそうだからえなんかえジュリーってさほんとさなんかあのー。 なんていうのあのあめっちゃさスキンシップが多めなのう <laughs> 嬉しいんだけど嬉しいんだけどなんかさ恥ずかしいからさなんか直接吠えたらさなんかめっちゃさ抱きついてたぶんさなんかキスとかしようとしてくるだろうからさなんかそれを考えたらちょっとやめとこうと思って LINE で言ったんだけど「あかりんかわいいありがとう!」。 ジュ,ジュリーほんなんかめっちゃまとわりついてくるのんかだからそれを考えたらちょっと直接言うのはやめようと思って LINE でねあの「ライオンのジュリーがさガチ最高すぎるよ」って言って「本当に好き」って言って「本当に私が外部の人間であったならばジュリーを間違いなく推していますわよ」っていうことをさ。 LINE したらさえ「ジュリハラ」って言われてておもろいそ <laughs> それ本当にそうなんだよよ本当だよだからさそうそう LINE で言ったらさなんかなんかもうね文章からも伝わるなんかニヤ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 な感じの返事が。 帰ってきたよでも本当にね私がそうそうでもなんか本当に味魅力的な子ばっかりですからねでも私は多分ジュリーを推してたと思うなジュリーちゃん爆笑されてる えライオンのジュリーさん裏のセンターって感じでとてもよきえもう最初からいいよね最初のさから本当にいいよね<う>ライオンの葵ちゃん気になってきちゃったやだありがとうありがとう,がとう嬉しいねジュリーちゃんの牙をむき噛みつくの表情すごい好きわかるあとねジュリーのえジュリーの全部好きなんだけどの「不満でのときり最近のところがねめっちゃいいからね みんなの前でパフォーマンスするとき楽しみだな。めっちゃいいんだよ本当に。わリコちゃんハートいっぱいありがとう。ほなち結婚してやで幸せにしてね。<laughs> えっとこうちゃんさんありがとう結婚して喜んで幸せにしてね。<laughs> あらリコちゃんハートいっぱいありがとう。 私餃子大好き青山餃子1個3円で売ってます誰か買ってねいつかジュリーさんとコラボ配信待ってるあれやったことやったことないじゃん やったことないね確かにやろうって前から言ってたのにやったことなかったやるぞ勉強応援してください頑張って頑張って応援してるよー偉いね勉強頑張ってあみんな買ってくれるみんな買ってくれる やった売れピーな三円ならあれだけ買えますやったートラックの荷台いっぱい買うちょっと私がいっぱい届いちゃうかもでも私の業で多分胃で暴れるかもごめんねみんな胃薬が必要かも いで暴れちゃうかも。ポーさん、I love you、ありがとう。I love you <laughs>。あ、あずちゃんハートいっぱいだ。あ、ありがとう、ありがとうね。カキ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 カあおちゃんのアクスタまだ持ってないから、早く注文したやつ届いてほしい。へ<ー>、届いたらさ、あのー、お出かけさせて、あおさんを。 お出かけさせてくれ。餃子パーカー裏起毛付きと普通のパーカータイプどっち同じ話。え、これはね。普通のかな普通のやつ。可愛い,いんだよ、これ。餃子可愛い,いでしょ?。明日もしなの頑張って、応援してるよ。頑張って、頑張って。 かカキ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 見られちゃったカキカキ今日さ前髪がさ分けたんだけどさ見てこれ動くかなあっ見てこれあ前髪が <laughs> 動くかし 辛うみたいな <laughs> おでこ柔らかいかもほらこれ私おでことか動かしてないこれ手で動かしてるだけマジでマジで頭皮をね頭皮を動かしてんのよ頭皮動かしてるだけすごくない 頭がすっきりしたかもなんかここにね側頭筋ってやつがあるんだってこの側頭筋を側頭筋だっけなんかあのマ、ー、みもにするといいですよみたいな YouTube を見ただからねここ。ここ 前髪が動く青山人形青山人形だよ大変寝落ちそうそれ疲れてるんだよいっぱい寝てねいっぱい寝た方がいいよありがとう日いいねそれあエリカさんハートありがとうエリカさんペンライトくまちゃんありがとう 頭筋めっちゃ気持ちいいもう私さバカすぎてさ今さ側頭筋がさ晩ご飯に見えたもう私もうダメかも目がダメかも目がダメだあいたいたいたもう目がダメだあっクんと今目があった。 くーまあ、ま、昨日初期のドキュメンタリー見返したけどおうちゃん本当に垢か抜けて可愛くなったね。いやーありがとうやだ嬉しいわでもさ前髪分けてんのさあれ誰か買ってきたわこれさあのなんかほ そはん飯一文字も合ってないわこの前偶然流し前髪になった時可愛かった名前がね変わるだけでおっさんっぽくなるやだありがとう今日うさぎ持ってるそうよんぴょ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 ん いいいやなんか聞いてほしいそれで前髪をねもう気分もうパッツン私さほんと飽き性だからさあのー、パッツン飽きちゃってさあの分けようと思ってさ、あのー、どっちで分けたらいいんだろうと思って私ねあの聞き顔っていうのなんかどっちがその顔が漏れるかみたいなんでなんかなんか多分こっちの方がね漏れるんだよね左の方が。えんえんいるよ。えんえん。 なんか多分、ね、左の方が盛れるからなんも盛れる方を分けた方がいいんじゃないかと思ってだけどさなんか大体あのイコノイさんとかでも前髪分けてる人さこっちで分けてんのなんかもう大体の人さこっちで分けててアイドルの人ほんと8割ぐらいはちょっと待って鼻がかいなんかほんとにね8割ぐらいのみんなねそうそうみんな右分けなんだよねんでだろうと思って。 それでだからでも私絶対左で分けた方がいいなと思って左で分けてるアイドルの方いないのかって思ったらさなんと言いました指原さん指原さんのあのアイドルをされてた時の前髪の分け目は分けてる時はね分けてる時は大体左大体とかもねほぼ全部左で分けてらっしゃった。 天下の白石麻衣さんもねこっちで分けていましただから誇りを持って左で分けることにした右開けは重力の関係どういうことどういうこと右利きな人は右で分ける方がうまくきれいにできやすい人が多い,と思いなるほどね確かに確かに確かに。 こんばんはー俺。俺多分右で分けてるかもなんか右の人さ多いよね私の右分け右の眉毛描く方が得意だから理 <laughs> 由おもろ私も左だ確かに左だけ上手になる左だけ気合いを入れて描こうどっちで分けてもかわいいやだーありがとう。 これいは今日のジョイド面白かった。いやあ、ありがとう。のいみの勝利が左分けだった気がする。多分、まじで。私、本当、中田さん大好きなんですよ。本当に大好きで。もう、誇りを持って、左で分けます。 あおいちゃんのこと、昨日知りました。ほんと可愛いやだ。ありがとう。かわいいや。<laughs> ありがとう。ありがとうね。あおいちゃんってなんかゲームするの聞いてほしい。最近本当に困ってることがあって、あのやめられないの？ゲームがあのゲームって言っても、そんななんかものすごい。なんかあの大規模なゲームとかじゃなくて、なんか高校広告にさ出てくる。 なんか数字をさ積み上げるゲームわかるこうなんか、2の累乗でさこう、2、なんかあの、2とか4とかなんかいっぱい落ちてきてさ、こうそれを積み重ねてさ例えば、2を2の上に落としたさ4になるのよそれ、それ、なんかとにかくそういう、なんか広告にね出てくるの、それが私もやってるわかるそれ私も知ってる本当 私もハマってたえっそうあれさそうそうそうあれがさそうなんかねあれがやめられなくてやめられないのそう永遠にやっちゃうそう2048102420484096 <laughs> 私もめっちゃやってたえそう <coughs> 阿部 <laughs> ちゃんって文系理系理系かもやったことある阿部ちゃんもやってるのやってみようかなえあのやめた方がいい,いや楽しいけどマジでやめらんなくなっちゃってなんかあんな単純なゲームなのにね本当にやめらんないのなんか本当にやめらんないか今日めっちゃ鼻かゆいんだけどなんでなんで こんばんは好きな数式はどういうこと,どういうこと1たす一は1クマクマたんはね一足す一のことをずっと一だと思ってるんだよそれでねなんか弟とよくその遊びしてるなんかクマたんになんかクマたんって頭いいのって言われてクマたんはとても頭いいクマよだって北極大学を作ったんだクマ一足す一はって言われたら 1+1 は1クマ!」って言って「バカだ!」って言われるっていうね「ひどいクマークマタワバカじゃないクマー! 1」1は1に決まってるクマーっていうそれをねもうね何回も繰り返すだけの遊びしてる本当にねやめらんないとねあの数字を数字を積み重ねる 熊たん学長なんかすげえそうくまそうくまくまたんは北極大学を作ったんだくまみんな北極大学に入学するといいくまよ待ってるくまよそう無限にできるよ弟さんと遊んであげる葵ちゃん優しいねいやなんか弟とね仲いいんだよね なんでだろう弟私と結構ね真反対のタイプなんだけど自信満々で間違えるクマたん好きかもクマ間違えてないクマ間違えたって言ったそこの君ひどいクマ泣いちゃうクマ知らって知らうん 今年受験だけど志望校変更する熊北極大学で待ってるクマよ一緒に楽しいキャンパスライフを <laughs> 北極大学の合格条件は北極大学に行きたいと思ったら誰でも行けるクマを愛する心と北極大学への,あの入学したいという気持ちがあれば。 誰でもいけるよ。ヤッホーで遅れ、ヤッホー、ありがとう来てくれて。<laughs> くーま、くーま。入学してくま、入学してくまー。あおさんもくまたも趣旨、可愛くて好き。やだ、嬉しい。学費高いのだって。 現実的くま。くま。学費は。マシュマロ百個で。入学できるくま。入学金はマシュマロ百個でお願いします。くま。ちなみに、それは全部くまたんが食べるくま。くまたんの好きな曲は何ですか。ライバルはオムライスだよくま。 前世はきっとホワイトチョコレートくま <coughs> うわっポーさん尊いありがとう尊いやだありがとうはちゃちゃん守りたいこのい笑顔やありがとうありがとうあ麦茶くんだく <laughs> 結婚して喜んで幸せにしてくれる <laughs> あ、星もありがとういやだちあ、ちさちゃんだくまさんのペンライトいやー嬉しい、ありがとう <coughs> マシュマロ一万個で特待生を出しますくま間違いなく特待生くま <laughs> 入学したら寮生活になりますかうん、そうだね基本は北極で暮らすことになると思うけど 一瞬で帰れるよ熊クマタの力があれば今から退学届け出していきます北極大学行く北極大学で有意義な学びの時間を過ごそうクマいちゃん月が綺麗ですねそう私も見たよあのベランダから「やだあの愛の告白だったらどうしよう私も好きだよ <laughs> 小学マシもあ,るあるかかなあるクマよ学長は葵ちゃんですかいや私はただクマタンと仲良しなだけで北極大学とは何の関わりもないただの人間ですクマクマ葵ちゃんはただのお友達クマクマタンの相棒クマ龍角散ダイレクトあげたり私今喉カサカサしてるかも。 やばいかなクマタン超能力者クマタンはすごいんだクマ、ま、北極でお話がつながるクマタンの力があれば北極からでもどこからでもお話ができるクマ、まあめぐみちゃん神ありがとうあ先輩フェンライトいっぱいありがとうあなすなさんハートありがとう あちゃん結婚してあ幸せにしますだってやだ幸せにしてくれるのありがとう <laughs> あっポーさんめっちゃ可愛いだってありがとうか愛い <laughs> やったあはハチちゃんキラキラありがとうありがとうクマタンスプーン曲げてクマクマタン腕に筋肉ないから曲げられないクマ くまたんとは何年の付き合いなのくま年長さんから年長さんから年長さんの年のお正月にくまたんとの初めての出会い北極大学に衣食住確保されてるなら行こうかなとっても快適な寮生活を保証いたしますくま あ、くまたんにさこの間さなんかネギを持たせてあげたらめっちゃ可愛かったよなんかこんぐらいのめっちゃ長いネギをくまたんに持たせてあげたの重いクま、くまたんにメイクしてあげようかなクマこれ塗ってあげようかなピンクくまになっちゃうクマ ピンク,クマになっちゃうくま <coughs> そうネギも出してあげたら可愛かったあかりん星しいありがとうライバルはオムライスだよカモネギ ネいがないと。あ、間ジュリーさんからいいねきた。間ジュリーさーん。あ、まことさん、てーてーありがとう。間ジュリーさんって、なんであんな。おもしれえ女なんだろう <laughs>。間ジュリーさん、非常におもしれえ女だよ。 くーまくーま,くーまあっエリちゃん可愛いだってありがとういだジュリーさん面白いよいやあんな素敵な子なかなかいないですから <laughs> あなたも面白い <laughs> やだ <laughs> ありがとう <laughs> 髪がもさもさになっちゃう 見て。重力に逆らう髪の毛。あ、見て、すごい毛量人みたい。もうさ、なんかヘアアレンジのレパートリーがないの、どうしたらいいと思う。あ、なんか髪短くなった人風にしてみよう。 髪さボブくらいになったらどうなるんだろうなこの間前のショールームをさ一瞬見てさなんかなんか昔クレラップの子みたいになっちゃってなんか泣いたみたいなの見た「<laughs> 指原さんに相談しよう」「いや私長い方がいいんだけどな短くしたとなんか難しい!なんかさ」前がさ 前にさ配信でさなんかやってたんだよねこうさ後ろでさこれ止めてさなんか大丈夫か,ななんかさボブ風にしてたのその手を使わなくてもさなってたのどうやんだろうこれでこうやって出すのかな <laughs> なんかキモいんだけど <laughs> なんかめっちゃキモいかもなんかめっちゃキモいかもしれないありえないぐらい似合わないかもしれないちょっとやめとこう やめとこう。あ、とうちんさん結婚してた。喜んで幸せにしてね。<laughs> やだ、ありがとう。あえりちゃん可愛い,いありがとう。あ読んだかな。ありがとう。いや、だ。可愛いじゃん。<laughs> ありがとう。でもなんかさなんか,なんかやばくない。なんか非常にやばいよ。なんか非常にやばくない。 なんか違うよね耳かけたらいいのかな <laughs> おもろおもろいんだけど <laughs> おもろくねえなんか違くないやだボブ・アオさんになっちゃったモエカみたいだって確かにこれだとさ もう一回ぐらいの長さだ <laughs> やだどうする突然こんな長さになってたびっくりで違くなくないやだ優しいねやだ面白い女って言われちゃったボブアオさんかわいいやだありがとう女優の宣材写真 <laughs> でもなんかさこういうさ こういう若いなんか女優の子なんか多いよね。やっぱ長い方がなんか良くない？いやだありがとう。間違えて地上に落ちてきちゃった天使。い褒めすぎだ。褒めすぎだよ。いやだありがとう。おばあさんからステージでレスもらいたい。送っちゃうよハート。<laughs> かんい,いやありがとう。 どんなさんんななさでも可愛いよいやなんか幸せそんな風に言ってもらえたらなんか私そんな風に言ってもらえたら幸せに生きていけるわ目力強めたらモエカちゃんモエカってさ生きるプリクラなのよマジでなんかもうそもそものお顔がプリクラだからなんか、ね、もうねプリクラなんだよねプリクラといえばさこの間さすっごいもう1億年ぶりぐらいにさプリクラ撮った。 なんか進化してもうなんかさプリクラの名前がもう全然分かんなくてさ私さあのキャンスタが好きだったんだけどさキャンスタ消えたのキャンスタ知らないうちにさ消滅してたんだけどうえー、えー、えー、私ャンキャンスタ大好きなのにえー、えげ、ー、えそうしかまあ、ね、そうそう値上げしてたの400円だったのにさ前はさ500円になってたもうハリーハリーキムチの残骸が。 そうプリをさ超久しぶりに撮ったんだよねそうキャンスタさ消滅したそう永遠アンサーになっちゃった永遠うんねキャンスタ好きなあキャンスタ好きな人いっぱいいるねキャンスタさ本当によかったんだよメンバーとプリクラ撮ったことあるよなんかティフの時にティフ f の,の会場内にね「あのルートミーってやつがあって みんなでったけどあの13人で入ろうとしたらもうなんかねとんでもねえ状態になってしまってあのちょっとずつメンバー入れ替えながら数人ずつで取ったよ。私が取りまくってた時代はおまけにつけまつげついてきた羨ましいんだけど今の時代何もついてこないですよ。おまけになんかさ。 食べ動物とかかついてこないてなな食べ動物大好きもうキャンスタそうそうそうル,ルートミーさそうそう,しそう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 シトロンがさ流れるのそう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 のだから流してたわしおちゃんありがとう守りたいこの絵がやだ <laughs> なんだこりゃ交換しかいやありがとうそれじゃ似合うだって似合うありがとう <laughs> あしおちゃん星もんありがとう嬉しいありがとうね綿棒ついてきたやば綿棒何に使うのかわからないコットンついてくるのなうらやましい。 食べ動物俺も好きえ本当に美味しいよねなんか今さ食べっ子動物のんかよく分かんないけどさなんかなんかがやってるらしくてなんかあのー、ケーキとかなんかあのなん,かなんだっけなおでんとか何かあるなんかあれカキカキあメイク直しのためねなるほどねヒトロン本人の声かと思ったら違かったそれなそれめっちゃ思ったなんかあれ なんかマイカさんのパートのはずなのに絶対マイカさんではない声がするって思ってなんか「うん?」って聞いた絶対コラボさんじゃないでも可愛いルートミー椅子あるやつえなんかね 2, 2回撮ったんだよねそう友達とさ2回撮ってさあのー、なんかね97なんとかみたいなやつも撮ったよそれかも椅子あったよそれ97 あそっちどっちだっけルートミーが椅子ったんだっけな忘れちゃったそのなんか97なんとかみたいなやつもよかったよ結構でも私はやっぱりキャンスターだ「食べっ子動物の新しい味が出たって おちゃんのショールールムで聞いてスーパーパ探したたけどなかったえーでもさなんか新しい味っていうかさ結構いろんな味出てるみたいで食べっ子動物食べっ子動物のアフタヌーンティーやってるねそれかもそれそれそれだ多分それそれ,それ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 ですそれそれそうカフェそうそうそうやってんのよ 997? へー97そう97%みたいなやつ 春色世界っっていいう機種いいよあ、あそれもあったなんかさあのラフォーレにさ行ってそう友達とそれで、あのー、ラフォーレのさ地下地下んかあのその「春色世界」ってやつさ97%なんとかとさあのルートミーがあったんだけど、あのー、春色世界以外の2つで撮ったどうせならその「春色世界」も撮ってみりゃよかったわ。 春色マジでいっちゃうもれる嘘そそれだけとんなかったよ食べっ子どうぶつのチョコ染みてるやつすっごい好き私も大好きそれさ食べっ子水族館じゃない私もね水族館超大好き食べっ子どうぶつミルクティー味この間食べた<っ>私それさそうそう前にショールームのコメント欄でミルクティー味あるよってさあの教えてもらってさ探してんだけどさ見つかんないんだよねおいちゃん食べっ子どうぶつ好きなの大好きあの 味が染みてるやつが美味しい水族館大好き北海道に白い食べっこ動物なかったっけなにそれ美味しそう美味しそうすぎるわっなすなさんペンライトありがとうこうちゃんさん星ありがとう食べっこ水族館今日食べました美味しくないあれさ本当天国の味本当に美味しいよ ハルセカで撮るとね髪ツルツルなるよそうなんだ、えー、なんかなんか本当になんかあのプリプリで撮るとさなんかあのママにさママって言っちゃった恥ずかしい <laughs> ママママでいいや <laughs> あのママにあのなんかその時友達と撮ったさプリをさ送ったのなんかいつもさ なんか前にもプリ見せたらさなんかえ「どっちが葵ちゃん?」って言われたからさあてか私さなんかなんか普通に親からさ「葵ちゃん」って呼ばれるんだけどさなんかみんな呼び捨てで呼ばれるもんなのかななんか「葵ちゃん」って言われるなんか「葵ちゃんどっちが葵ちゃんか分かんない」って言われてなんか「こっちだよさすがに分かるでしょ!」って,ってでさこの間もさその取りたてほやほやのプリをさ パパママいラインに <laughs> 送ってさ送りつけてあのどっちが私かわかるかなって言ったらさすがに2人とも分かったそういちゃんって言われてでもパパからは青さんって呼ばれてる。 北海道の白いブラックサンダー知ってる食べたことあるおいしいよねあちおちゃんもお面もともと大きいからプリ取ったら顔の半分くらい目になりそうえでもなんかこうやってこうやって撮っちゃうともう恐怖恐怖写真になっちゃうんだけどカメラのちょい下あのカメラのなんか周りを覆ってるあれのなんか下の部分らへんを見るとめちゃめちゃいい感じになるよそういちゃんってそう葵ちゃんって言われてる <laughs> そう。 そうパパ青さんっていうカきカきアオちゃんって呼んでるので私も実質マママ,マー <laughs> 私も小さい頃はちゃん好けだったねなんでだろうそうちゃんって呼ばれてるね人によってもらえるプリ全然違うそうそうキャンスターさ私はキャンスター好きだけど なんかめるる多かったもうめるるが消滅したのもめるるってまだ存在するもうなんかプリの記憶がさ中2ぐらいで止まってんだよね今日だけでかなりプリクラに詳しくなった確かに確かに取らない人はさほんとんかもう世代とか年齢世代ん 性別とかにがるものなのメルるって私もまだ現役だと思ったメルルってもうプリクラプリクラ界ではさあのー、昔のものなのかしら今メルル3とかあった気がするえやばメルル私は漏れなかったそうメルル私もねなんかくっきりしすぎちゃってね でもなんか漏れる好きな人がいるのはすごいわかるこれ未だに親戚からちゃん付け私もそうだわ。プリのあわさん見たいえ、載せたいんだけどなんかプリクラの画像ねなんか載せちゃダメらしい載せちゃダメって書いてった気がする あ、麦茶君結婚してた、あ、ありがとう、喜んで幸せにしてくれますか、<laughs> ありがとう、あ、まこトさんもラブのやつ、ありがとう、あ、麦茶君ペンライトもありがとう、あ、ジバさんキラキラ、ありがとう、あ、しおちゃんもラブ、あ、ありがとう、あ、竹ちさんもありがとう、竹ちさん星がいっぱい、ありがとう。 ポーさんかわいいかわいいやったありがとう嬉しいありがとうねカキカキカキ青春っぽい名前のやつで撮った記憶がある青春でしょ絶対いっぱいで撮れるやつでしょ青春ってなんかさ大人数で撮れるみたいなやつだったと思う私も撮ったことあるなんか漏れるか漏れないかで言ったら青春はそんな特別漏れるわけではないけど なんか結構わちゃわちゃ大人数で撮れる系のプリだった気がするけど今は存在するのかななんかプリンのさなんか変化あちょ膝見えちゃったちょっと気にしないで <laughs> プリのさなんかあの時代の変化すごいのよなんかもうさこれが最新式って思ったらさもう次の瞬間にはさもう最新式じゃなくなってるこれかわとか葵ちゃんは知ってるえこれかわとかまだまだ現役でしょこれからってもう もうプリカイではさあの大御所 <laughs> なのかなもうもう消えてったこれからあるのかな。プリキの話で昨日同世代感じて嬉しいえねプリってさ本当になんか時代でなんかさもうどんどん流れていっちゃうよね。猫と彼女とか最近の子割と好きな人大きくさ私撮ったことある猫彼女でしょ猫彼女ねすごい好きかも。 キャンスターが一番いいけど猫可能もかなり好きかも。青春懐かしいね。これかはもうないんだ。へ。今のやつはもはや別人になる、るわかる。そうこの間撮ったやつさなんかいい感じで可愛くて私もお友達もあら私たち可愛いじゃないとか言って。 「か <laughs> わいじゃない」とか言ってたんだけど <laughs> なんかねもうねあのーま、た我らのことを知らん人が見たらね誰やねー多分ねパパとママもね服の違いがなければ分かんなかったと思うよ、あのー、どっちが私か初代プリントクラブ世代 プリントそうプリクラがさプリントクラブっていうことさ最近知ったんだよねびっくりびっくり「チュルン」ってなる「これかは最近見てない」どこなくなっちゃったのかもうーんガビンガビンだわっポーさん最高だって最高いやだ嬉しいありがとう最高青さん <laughs> ありがとうさいそう最近う最近かも割と。 松若翼ちゃんがモデルやってたプリクラッキーあ星になっとるえっでもさ増若翼さんってさなんかずっとお若いよねあのいいとみーのさ方だよねあのプロ,デュープロデューサーさんなのか分かんないけどプリの話友達の話してるみたいな気持ちになって親近感嬉しい <laughs> そうだよ私ももう普通の普通に高校2年生ですからそうよ あのイートミなんかねこの間あゆみとこの間でもないけど話してたあゆみがさなんかそのどういう服が好きみたいなさ話をしててさあのなんかいいミーがそのあゆみはなんか好きお高いけどなんか好きって言っててあー似合いそうって思ったわかる人いるかなイートミっていうさあのお洋服のさブランドさんがあるんだよね。 おおちゃんもいいと見好きそうだし似合うえそうすごい好きなんだけどなんかなんかさちょっと歩みっぽくない？なんか量産量産とも違うなんか量産がさらになんか大人っぽくなってなんか黒黒ベース色が黒ベースになったみたいな感じのブランドかもすごい可愛いんだよね可愛いけど歩みがすっごいいいと見って感じ。 あゆみちゃんめっちゃいいとみ分かるえめっちゃめっちゃっぽいよねあゆみ絶対似合うよね私がさ赤王だったらさあゆみにさあゆみと一緒にいいとみのお店に行ってさ「ここからここまで全部ください!」ってやつやってたと思うもう本当にね本当に似合うと思うえ似合うんですあおちゃんも絶対似合うからあゆみちゃんと双子コーデしてほしいやりたい ほうかくプリクラ取りに行きたい人生だったトロたら,たらー <laughs> でも私ねポーズを指定してもらわないとね「ああ直立」ってなっちゃう「直立ーピース」ってなっちゃうこれしかできないああずちゃんハートいっぱいわありがとうわっふみちゃんあの音符ありがとう嬉しいありがとう,こうちゃん結婚して 喜んでー <laughs> 幸せにしてね <laughs> ありがとうあえりちゃんも結婚してありがとう幸せにしてくれるいやーありがとうああずちゃんまたハートありがとうそう石油になったらねあゆみにいイトミあの五、ー、千着ぐらいあ買ってあげちゃう石油じゃないけど働いていちゃんにここからここまで ハハ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 ハ恥ずかぴハありがとう <laughs> 口合わせ器をなってあおちゃだおちゃんあやだありがとう <laughs> でもプレゼントって言ったらさ私さそうお手紙がさ欲しいんだよねみんなお手紙さ書いてくれるお手紙送れるようになったらちょっと暗めの大人の量産さんって感じだよね可愛くてめっちゃ見てるえそうめっちゃ可愛いんだよね なんか見てるだけで幸せ。あゆみが来たら絶対可愛いんだろうなっても、そうそれを聞いてからあのイートミーさんの,の服を見るたびに、あこれあゆみに似合いそう可愛いって思っちゃう。えお手紙書いてはくれる？いやーありがとう。書いてるし恥ずかぴこれか。恥ずかぴって言っちゃう。恥ずかぴって言っちゃう。 プレクラって一時期カップルじゃないと男子は取れなかったからその辺りから敬遠気味じゃあ私と一緒で取ってくれる <laughs> 私と一緒なら取れる <laughs> 早くプレゼントとお手紙解禁されないかなえっそうお手紙さ欲しいんだよねこんな可愛い石油を売ったら脇出てくる石油も喜んでドバドバ出てくるやだやだ <laughs> カモンカモンって感じですよ本当に。 書いてくれるいや嬉しい。お手紙50枚くらいになるかもしれないですが、読んでくれますか？もちろん50枚でも500枚でも5000枚でも5億枚でも読むよ。<laughs> 行くだって嬉しい。やった。書く書いてくれる。ありがとう。もちろん書くやだ。嬉しい。こちらも早くあげた。sns だけでゃ足りないえ。そう。でもさなんか本当にみんなからお手紙すごい欲しいんだよね。 手紙書きすぎてめちゃくちゃ分厚くなる気しかしないいや嬉しいよもう「厚みイコール」「愛,愛」だからね私がせきなら世界中のクマをプレゼントしたい嬉しい <laughs> クマ <laughs> 今から字をきれいに書く練習しなきゃえっ綺麗い何か読めりゃ大丈夫あのねそんな綺麗なんか字が綺麗とかさなんかなんかもうね愛がこもってるお手紙ならそんな何なんでも嬉しいよ。 重い女なので、お手紙なんて書いたら、青さんに惹かれないか心配です。いや、それね、私、ど、あの。申し訳ないことにね、私はそれを上回る重い女だからね。ちょっと、全然いけますわ。あんたにたくさんプレゼントって、お手紙送りたい?。え、私も。私もさ、待ってるよ、みんなからお手紙。いつ送れるようになるんだろうね。五億枚書くね。五億枚待ってるよ。 お手紙書きたいいけど字汚いえ大丈夫絶対私のパパの方が汚いから大丈夫大丈夫私の父本当ににんかど,ど,どうしたってぐらい本当に字がなんか例えばさ自分でこうメモするじゃん自分でメモしたものがなんか後から自分で読めないの,あの私のパパあのそんぐらい本当に本当に大丈夫大丈夫私はそのさパパの字をさこう17年間さそばで見てきてるわけですよ 大丈夫だからもうちょっとちょっとのその,あの字が下手なんだよ私とか言うね全然動じないから本当に本当に可愛い服とか見つけたらおちゃん似合いそうって考えちゃうえ私もさなんかちょっと楽しいことあるとあこれみんなに話したいって思っちゃうよそうしそうあ、はいう <laughs> しいねー <laughs> パパ本当にさ自分で読めないんだよ <laughs> 引き合い出される <laughs> パパの気持ち <laughs> あメモあるあるなんだちょ私のさパパとさあの仲良くなれるかもそう本当にね読めないですよね自分で書いたメモ手紙自分の気持ち100%表現できなくてうわーってなって完成しないわかる手紙ってさなんかいざ書こうと思うとさ難しいよねボールペン字講座申し込むいやだ なんで嬉しいよありがとね「地の練習帳地の練習帳とかあるの <laughs> うれしいよこれリアならもたくさん熊のレトアセット探しておこういやうれしい手紙フランス語で書いてもいいですか <laughs> 頑張って解読するね <laughs> 頑張って読むよ何語でも頑張って読むから <laughs> ありがとう <laughs> 声よくなくて大好きしか書けないかももううしいよ大好きってもう 大量に書いてあったら嬉しいよ。<laughs> 論文という形で手紙送る感じ。いいよ <laughs>。なんか議題 <laughs> 議題とか <laughs>。<laughs> 自分と青さんがいかにラブラブか <laughs>。手紙来たわよねあいちゃん。お手紙いつもやあ嬉しい待ってるよ。嬉しいね。 セナちゃん結婚して喜んで幸せにしてねいやーありがとうあディバーさんキラキラありがとうそしてあしおちゃんもペンライトありがとうえーとあクラスメさんラブレターあお手紙だからいや嬉しいありがとう <laughs> あカリンもハートありがとうあナスナスさんペンライトいっぱいありがとうあれもうどこまで読んだか全然わかんないよ。 どこまでるかなちょっともう一回読んでるかもああずちゃんもハートありがとうあえい、ー、ちゃん結婚して喜んでありがとうもう全然どこまでか分かんないあっさん神神ありがとう <laughs> ありがとう手紙って夜に書くと次の日の朝に読んだら恥ずかしくないから絶対夜には書かない非常にわかる非常にわかるよ 非常にわかるあの私そうそうそれでそのおあのそのさ不利をさ一緒に撮ったお友達にさなんかなんかそのすごい私って手紙手紙まであの <laughs> なんかね友達とかにちょっと手紙をね書くのが好きなのなんかすぐ手紙をちょっと書いちゃうのすぐっていうかなんか手紙書くの好きで。 なんか手紙書いちゃうのね重いからさ重い人間なのよそれで書いちゃうんだけどそれで友達に書いてさ4枚分ぐらいさすごいびっしり書いちゃったんだけどなんか友達に開けたらさもう自分ではその後手紙読めないじゃんだからなんか写真撮っとこうって思って写真撮ったのよその書いた手紙を。あ手紙夜にに書いたんんだけどなんか朝に お友達と会う日の朝になんか読み返したらなんか共感性周知やばくてなんか鳥肌立っちゃった何この文章と思ってなんかちょっと恥ずかしい見てるこっちがちょっと恥ずかしいなんか昨日の私何やってんだよと思っちゃって本当に恥ずかしいそれででもなんかもう書いちゃったからもう仕方ないと思って渡す時に「これ本当に共感性周知やばいんだけど書いたから受けるのって」って言ってね渡した。 恥ずかしい <laughs> そうなるのが嫌で手紙や読み替えなどに出すはずあ確かにそうしとけばよかったでもなんか記念にさ撮っといたの夜のテンションでやったことは朝落ち着いてみると後悔かなするえ非常にわかる夜ってなんであんなさなんかハッピーもう非常に人生楽しいですみんなナイスナイスって感じのテンションになっちゃうんだろうねなんかすごいよねな何が原因なんだろう 昨日送ったリップ消したくなるときあるもん <laughs> 私に送ったリップ消さないで <laughs> 消しちゃダメ <laughs> <laughs> 昔転校した友達と通した分かる文通文通で、ね、楽しいよね手紙書くのってさ楽しいよね夜テンションの手紙の方がもらったら嬉しいよきっと本当じゃあこのままでよかったってことだ <laughs> 手紙もらうのって本当に嬉しくてどんなに軽めの手紙でも宝物として保存してあるから案外大丈夫えわかる私もさなんかバレンタインの時とかさなんか友チョコとかでさちょっとこんぐらいのメモ帳でさちょっとあのくっついてあのくれたお友達とかがくれたさ手紙ってさなんか今でもね机のところにね飾ってある嬉しくて 青茶最近ずっと見ちゃう恋青茶嬉しい茶お揃いだね青ちゃしい <laughs> ありがとう <laughs> いつか青ちゃんからお手紙が欲しいで書いちゃうそんなの書いちゃうよ書いちゃうよちなみに交換日記してた小学生の時してたよ懐かしい交換日記そう交換日記なんか 一冊可愛いのとかわいいノート買ってなんか自分のなんかめっちゃ可愛くねデコってシールとか貼ってみんなで交換交換日記てか交換ノート交換ノートしてたよ友達となんか3人ぐらいでしてたでも「夜に葵ちゃんの橋あると次の日の朝も頑張ろう」ってなるよ「本当私もあのみんなとこうやって喋れるとねなんかルンルンってルンルンなるよ」 さっき送ったリッぽーってやってた <laughs> ちょっと一人でねあのー、爆笑しちゃった <laughs> 消される前に保存しよう <laughs> 友達から「あ星になっとるお菓子の袋とかでさイトてられたらめっちゃわかる私なんかあのー、なんかさその包装紙とかなんか思い出のさなんか 今後人生で使うことはまあ絶対なないけどなんか捨てられななないいみたいななんか家族旅行とかで行ったなんかそのなんか博物館とかのなんかパンフレットとかはねそういうのも捨てらんなくてなんかあのポケットファイルあるじゃん百均とかで売ってるやつポケットファイルにどんどん入れてってるいやなんかそんな毎日見返すようなもんでもないしなんか使う機会もないんだけど なんかね、捨てらんなくて保存してる <laughs> 今。今交換ノートっていうのか、そう交換ノートしてたよ。やめろし <laughs>、やだー、保存しまーす <laughs>。交換日記しすぎて、四人でやってたけど、自分の家に使用済み五冊ある。五冊はやばい。 なんかでもさなんか楽しいよね小学生ってさなんか楽しいよね交換ノートとプロフィール帳が小学生の思い出プロフィール帳やってたなんか書いてたななんかかわいいよねなんか楽しい小学生って楽しいよねなんでなんか小学生っていいよね心のオアシスですやだありがとうそれいつも言ってくれるよね <laughs> ありがとう <laughs> 嬉しいよそうは。 青さんは嬉しいよそんなふうに言ってもらってもらった手紙捨てられなくて授業中ふざけて帰ったやつとかもずっと残ってわかるそういうのさなんか捨てられないよね捨てられないっていうかなんか宝物そういうのこういうとこ行ったなって思い返せるから楽しいねそれななんか捨て,捨てたくないよね思い出だもん ディズニーののチケットはなかなななかか捨てられないねえそうなのでもさ最近さあの電子チケットになったからさ昔の昔でもないけどあの紙でさなんかミッキーとかなんかそのドナルドとかがさここに「わー」って書いてあるなんかこんぐらいのさ紙のチケットなんか懐かしいあそれも机に挟んであるかもあっせなちゃんシししかかたんいやほんと 私しか勝たんか <laughs> ありがとうあ、カリーラブレターだありがとうカオちゃん尊い <laughs> ありがとうあ、カリ結婚して <laughs> 幸せにしてね幸せにしてメポー <laughs> カちゃん星ありがとうモリコさんもあ、モリコちゃんあ、<laughs> 星ありがとうあ、モリコちゃんあのペンライトもだありがとう 美ちゃんも可愛いあ、ありがとうありがとうみんなありがとうねあ誠さ、ま、んもくまさんのペンライトありがとう <laughs> ありがとうあおちゃんはしんなりました好きです <laughs> 嬉しいあおちゃん嬉しい <laughs> てかあゆみんとディズニー行けそう,えそうあゆみはなんか貯金がやばいらしい。 でも本当にさ行きたいでもなんかディズニーの写真はなんかあげちゃダメらしいだから行ってもあのツイッターにはあげらんないけどあのみんなに「行ったよ楽しかった!もう本当に楽しくて」とか話しちゃうかもライブもかみつけにししそうなんか思い出にね残るよねそれの方が。 なんてことない包み紙とかも捨れなくてたまってえ非常にわかる非常にそれ私もあいちゃんのショールを見てると葵ちゃんのこといろいろ知れてうれしい嬉しい私も嬉しいよ嬉しいありがとうね交換のと懐かしいあとシール帳とかシール交換した 私もそれ幼稚園の時してた幼稚園の時シールの交換もしてたしあのいい匂いのティッシュ交換してたなんか香り付きティッシュの交換っしてたよ。はおさんとの思い出は一生残す嬉しい忘れないでねずっとずっと。<laughs> 重いな忘れないでねずっと,ずっと忘れないでねっていうかずっと一緒にいてほしい。<laughs> こんばんは。 そうなんだよ絶対使わないけどそこにも思い出が含まれてるからね捨てられないそうそうなんだよ捨てられないよねピューロランドの写真もダメなのかなピューロランドはねいける気がするだってサなんかサンリオさんの写真はなんかねいいらしいよそうなん行った報告だけでも楽しみにしとくねあ,ありがとう行きたいな できる早く行ってほしい今クリスマスそう行きたい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 行くぞ行くぞ行きたいよ来週ディズニー行くのでいちゃん連れてくね連れてて連れてって私を一緒にアトラクションに乗るティッシュ交換初耳ティッシュ交換めちゃしてたよ小学生の頃両面テープでシール作ってた何それあでも消しゴムハンコ作ってた私 葵ちゃんが存在してくれる限りずっとそにう思う「やだ嬉しいそんな言ってくれるなんて幸せ者だ私はありがとう葵ちゃん「×丸くん好き?×バツ丸くん好きよ」あと私のお友達が「あの×バツ丸くんさあ好きでさバツ丸くんかわいいよねもし言ったらピューロの写真激もとむ激もとむそんな 君のためにあげます。あ、そうだ。あのい言いたい言いたいことというか、あの広広めておいてほしいことというか、ちょっとあってあ、ってその前にああセちゃんハートありがとうありがとうあハートまたありがとうあ奈々結婚してあ嬉しい喜んで幸せにしてね <laughs> あえりちゃん守りたいこの犬いやー。 <laughs> ありがとう <laughs> あ先輩ラブありがとうあそやかちゃん星ありがとうあっディさん星いっぱいありがとうありがとうねあせなちゃんハートいっぱいありがとうあめぐみちゃん神ありがとうあおたんのえくぼかわちいえくぼ ありがとう。いやなんかなんかあのー、お話し会のさ告知の画像をさあのよくみんな作ってくれるじゃん作ってくださる方がさ結構いるんですけどあのそれのこう使える使えないの基準があってさあのまずのなんかお話し会とかなんか。 オンンラインお話し会とかじゃなくてあの「オンライン個別お話し会」ってちゃんとその名前がちゃんと「オンライン個別お話し会」ってそのなんか例えばさ「お話し会」とかだけじゃ多分使えない「あのオンライン個別お話し会」ってちゃんとそのその一つのちゃんと言葉がパンって入ってないと多分ダメであと日付も、あのー、曜日とか日付 の曜日とかが間違っててたら多分使えなくてあとまあ多分その時間とかも何部とかもあの多分使えその間違ってたら使えないのとあの画像も三オさんの三オさんなんかよくさキャラクターとかでさ作ってくれる方いるんだけどなんかねジブリとかで作ってくれる こうとたたまにいいるんんだだけどジブリはねね使えないんだよ、ね、なん前ダメって言われちゃったからあのサンリオさんならいけると思うそ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 んな感じかなあっくまたんはいけると思うくまたんはいける <laughs> と思うだって <laughs> 私があの写真とかショールームもあのだ出演 OK ですよってもう許可もらってるから。 ねクマんそうそうなんかさそそうそう前にさあのー、わかんないけどこう例えばさなんか何個か送ってもらった中でなんか1個だけそう使えないのとかがあって私基本的に全部本当に使いたいんだけどなんかそのその作ってくれた画像がなんかあの自分のなんかクオリティがなんか低いからとかなんかそういうことじゃなくて本当にみんななんかその時間なんか。 私もさ、なんか画像加工とかさ好きだったからさなんか結構作るの大変だしさなんか作るの大変なのも分かってるからさなんかあんな凝ってるなんか可愛いのさいっぱい作ってくれてすごい嬉しいんだけどなんかあのなんかあ抵テイクをだからなんか使ってもらえなかったのかなとか思われちゃったらすごい悲しくてなんかそういうそうじゃないのそうじゃないのそうじゃないの,あの使えないあのそうそう使えない時は使えない理由があって。 だからあのなんかその「扱えて,てもらえなかったあの自分のが抵抗クだからかな申し訳ない」とかなんか思わせちゃってたらなんかすごい申し訳ないなと思ってだからあのなんか,か拡散ではないけどそのそういうね何だろう基準っていうかその使える画像こうじゃないとなんか使えないよってなっちゃうみたいのをなんかあのツイッターとかでちょっと言っといてもらえると。 嬉しいかもそそうそれはねず,ずっと言いたかったでも毎回言うの忘れちゃって <laughs> 今になっちゃったんだけどそう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 でもいつも作ってくれる方本当にありがとうあの使えなかったやつでも全部保存してあの作ってくれた画像っていうねみんなのホルダーにね全部保存してあるから私はちゃんと「ありがとう嬉しいよ」っていう気持ちで全部保存してますよ。 <laughs> あ,あれ、教えてくれてありがとう。いや、こちらこそ、いつもありがとう。<laughs> そうそう、みんなの届いてるよ。ちゃんと、ありがとう。リップとかも全部届いてるよ。ちと教えてくれてありがとう。今度頑張って作ってみようと。<laughs> 嬉しい。ありがとうね。<laughs> あ、お話かと言えば、あ、時間やばいかも。大丈夫かな。 これを話したらすすぐランキンキグ読みます <laughs> そうお話し会といえば多分今もノイミーさんの方のね「あのハニカミショート」のお話し会の受付が多分始まっ今ちょうどやってるかな明日のまで多分明日からまたあると思うんだけどあのお話し会の受付も始まってますので <laughs> よかったら <laughs> こんなちょっと <laughs> <あの笑>大丈夫かっていう人間ですが <laughs> よかったらお話ししに来てね<笑><笑>待ってます。 ありがとう。リっぱ送るの恥ずかしいけど、これからもたくさん送るね。嬉しい。そう、リップ送ってくれるの嬉しいよ。ありがとう。そう、お話からね、そう、ガビがびしちゃう時があって、たまに申し訳ない。あ、じゃ、や,やばい、やばい、やばい、ランキングを読むね。はい。はい、じゃ、十三位から見ます。十三位。はるみちゃん、はるちゃん、ありがとう。そして、十二位。こうちゃん。こうちゃんさん。 ありがとうそして11位はっちゃちゃんはっちゃちゃんありがとう。そして10位麦茶くん <laughs> 麦茶くんありがとう。そして9位、先輩、ぱきゅうちゃん先輩さんありがとう。そして8位せなちゃんせなちゃんあおちゃんありがとう。そして7位ちさちゃんちさちゃんありがとう。 そして6位あずちゃんあずちゃんありがとうそして5位たちさんたちさんありがとうそして4位エリちゃんエリちゃんありがとうそして3位梅太郎さん梅太郎さんありがとう <laughs> そしてにしおちゃんしおちゃんありがとう そして1位はあ私ずっと読み間違えてたかもずっとさポーさんだと思ってたあボーさんだったかもやばいボーさんでしたごめんなさいずっとポーさんだと思ってたてんでしたねボーさんだった申し訳ないウ <laughs> ボーさんありがとうえっとお呼びできなかった皆さんもなんか可いいギフトとかコメントも たくさんありがとう。やっと気づいた。ねやばいんだけどもう目が触りすぎてさ本当ほんと近づいたら点々だったずっと丸だと思ってたよごめんねー <laughs> ありがとう <laughs> 次から間違えませんだから次も来てね <laughs> あぼーとしてきたそういうことか <laughs> ありがとうもうすぐかもあと1分ぐらいかなありがとうねーあそうそうだからその画像の話をちょっと。 ツイッターとかで言っといてもらえると嬉しいかも。ありがとう。ありがとうね。じゃクマたん、ちょっと写真撮って。くマ。バイバイクマ。クマクマ。やあ。バイバイクマ。で、あ。 となララった誰かから連絡が「くま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 」くまくまくま「おやすみくまおやすみいい夢見てねーお疲れ様だってありがとう」<laughs>「おやすみあ,ありがとう」 切れるまでこうしとくわ <laughs> ありがとうおやすみなさいまた来るねありがとうまた来てねお話会も待ってるねありがとうおやすみおやすみくまおやすみくまおやすみくま